まあ、連敗しないことは絶対なんで、そこを全員で意識することと、あとはやっぱ前節得点できなかったことプラス失点の仕方も悪かったんで、個人的にもミスからの失点になりましたし、まあ、そういうところも踏まえてたくさんのことを修正して次に臨めたらなとは思います。縦に入ってから の、まあ、2列目の3人目だったりとか、あとは、まあ、セットプレーとかもありますし、まあ、簡単に勝たせてもらえる相手ではないかなとは思います。まあ、チームでここまで戦ってきて、まあ、サポーターの皆さんも含めてですけど、そこはあと残り7試合ですけど、今まで以上にもっともっと団結して、でよりその昇格に向けてのエネルギーっていうのをみんなで出していけたらなと思います。